くれ、ほら。ああ、いいんじゃない？全然それで。リー君こう見とったらさ、うん、俺最初これまっすぐ見とったの。うんうんうん。角度があるもんで、あ、これ曲げない感は。全然それで大丈夫だよ。人の内容を見とるもん。僕なんかまだ未だにリールシートついとるでね。これ、これリールシートつきっぱなしやな。そこまで気づかんだ。これ大きい地図だ。今年最大かもしれない。先週でも45センチつったけどな。これもうちょっとあるかもしれんな。よかった。これで帰れるわ。ああでも年なしないな。ありそうな気がしたけど最初。よかった。これで、これで写真撮れるわ。あー、全然ねえや。40半ばぐらいしかねえ。この、状態は、どうだ。写真撮ろう。今ちょっと前からさ、魚触らんくなったの、餌を触らんくなったので、オキアミで今重りつけてさ、重りをつけて団子を割れたところにじっとさせとった。そしたらもうスポーン持ってた感じでさ、うん、多分あいつがおるもんだから他のもんが食わんくなってた感じだった。だってちょっとしたその変化が分かればある程度狙えれる。今餌取りがおるなみたいな感じで、それがファッていなくなったりするとそういうやつらがこう外で張ってるのかな。餌に餌取りが入ってこないんだわね。でそのなんていうの、そのタイミングをさ掴んで真面目にやるっていうの。それが分からん。うん、ある程度やっていけば分かるようになると思うけどね。うん、今も突然団子あたりがあったからさ、その前まで団子あたりも少なかったのずっと。で、あんだけおったのに悟りもおらんくなっとって、ほんで今パーンと入ってきたからさ。あ、よかった。こんで1枚釣ったでも帰れるわ。釣っとるのかな俺って。先だっとるっていうよりあれかもしれんな、なんて言うんだろう、こう引っ張りすぎてるっていうの、引っ張りすぎててこう波に合ってない、こうイカダが上に上がった時に、たるませるっていう方が正解かもしれんね。だピンピンピンってこうさ踊るような感じになってるもんだからいかんのかもしれん。ボケーってしとった方がいいかもしれん。
私も釣れたよ。私も釣れたよ。小さいけどチヌや。勝手に食っとった。後ろ見とったでずっと。後ろ見とって前見たら、前見て手で持ったらコン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 しとるで。コンコンしとってもこれもう唇なんだよな。全然食い気がないんだよ。やっぱり。このぐらいのやつを入れるんだったらスカリがいいな。団子には触る。で、餌はなくなるんだけど当たりが出ない。まあチヌだったら多分飲み込んでいくからさ、分かっとったら、チヌが当たってきとって遅、合わせるのが遅かったから釣れないなんてことはないからさ、合わせるのが早くて釣れないのはあるけど、合わせるのが遅くて釣れないってことはまずないから、飲み込んでっちゃうからさ。あんまり小さい魚はそういう風に食ってこんけど、ある程度の大きさになったらもう本あたり出たら飲み込んでくからさ、飲み込む、で飲ませて釣ろう思ったらほとんど飲ませて釣ることが可能だでさ。まあだってそうやって釣る時もあるし、なんていうの、もうその場所にこれでもう食って動かん時もあるわね、動かずに。でこうピックアップする時に食ってるみたいな感じがあるからさ。まあ時期もそうだし、その日の時間帯にもあるんじゃないかな。やっぱあれだな、今もう本当に潮がさ思いっきり前に払い出しとるで、底潮が。止まらんちゃ止まらんのよな、冷房じゃ止まらんでさ。青森、A8 に変える。チヌが釣れそうな気がする。チヌが釣れそうな気がするよこれ。釣れそうな気がする。チヌの、チヌっていうか体型の魚が入ってきたような触り方しとったでさ。よいしょ。でしょう。これがあるなんだよね、あの長年のさなんとかってやつは。で50まではないけどそこそこあるな。あの本当にこれあれだわ。この缶じゃないけどさ、長いことやっと、わこれ大きいわ。これ大きいわ。今年で一番大きいなこれ。そう、そんなもんだって本当に。あれ気配がさやっぱ分かるんだわな。こんだけやっとると、まあそうだわな、まぐれというか長いことやっとると
分かるね。あと30年やれば分かるって。でももうリアルに僕ね、本当に35年ぐらいやってるわけなんですよ。だからさ、ある程度は分かるんだよな、魚の状態が。またちょっとなんか雰囲気はいいな。雰囲気はいいけど食ってこんか、食ってこんかな。よし来たー、やっぱす、これ肩がいいなみんな。今もう独り言みたいにつぶやいとった。またいいぞ、また来たぞみたいな感じで。また肩いいわ。おい、40後半ばっかりやねこれ。よいせ。独り言でつぶやいとったでさ、今またいい感じだなとか言って。いい当たり、抑え込めあんのかよ。抑え込むやろ、あんない当たり出たら。よっしゃよっしゃ。小さい小さいなこれは。やっぱシラスは小さいやな。よいしょ、おもりに暖をつけたった。来るわやっぱり。やっぱりな、こいつ言い方かよ。釣り方なんだな。また飲まれちゃったんじゃないかこれ。もう一回 L 調法で。よっしゃ。これはでかいな、これはでかいぞ。これは年なしやろ、これは年なしやろ絶対に。あれ何でもこういく、うわあるんじゃねえのこれは。これはあるやろ、これはでかいぞ。
これはでかい。めちゃくちゃでかいのが来たな。これは絶対行ったわ。これめちゃくちゃでけえ。やべえ、よだれが出てきたかな。なんだこれ、ボラかいな。なんだそりゃ、ボラだとは思わんかったな。